はい、どうも皆さん、こいつやりつです。はい、ということで、今回はですね、また、こうすけさんから情報が出ましたということで、今回の情報はこちらですね。はい。年末年始逆転祭ということで、やってきますね。年末年始恒例のイベントでございます。はい、ということで、まず内容を見ていきましょうか。はい、一つ目こちらですね。超オールスターフェス。いやー、久しぶりですね。久しぶりの超オールスターフェス開催になりますね。はい。で、ボリューム1からボリューム3まであるみたいですね。これは季節限定 の, あのキャラクターがいっぱい集まってるらしいですね。私も欲しいのいるんで狙っていきたいと思いますが、はい、まず一つ目っていうか、まあボリューム1、最初がシュクレミフィスサマーピリキが狙い目かなと私は思います。中でもシュクレミフィストが欲しいかな。うん、メフィストのね、マイターンドックっていうのはやっぱり強力なものなので、まあ、そちらを狙っていきたいなというところがありますね。そしてシクレ4ターン旋回復、これがねどうしても強いんですよね。本当にこれは強い。このメフィストと相性がいいので、メフィスト手に入れた方はこちらも手に入れてデッキに編成することをお勧めします。で、サマーピリキ、こちらはね、罠としてはすごい優秀なスキルを持ってて、コンボスキルもね、ライフバースト持ちってことで、非常にマデキと相性がいいので、こちらも手に入れることをお勧めします。はい、次、ボリューム2。サマーハッピーササマーデレンベカ、こちらは狙い目なんじゃないかな、と思います。私、個人的にね、サマーハッピースとサマーデレンベ両方欲しいです。サマーデレンベは、リューパに入ってくるぐらいのすごい、いい性能を持ってまして、で、サマーハッピースと、これね、神谷に入ってるとね、非常に強いですね。はい、最初ね出た当時ね、そうでもないんじゃないかなって、神タンのレギュラーっていうほどでもないかなと思ったんですけど、今になってねすごい使ってる人多いので手に入れることをお勧めします。はい、ボリューム3こちら。はい、ということでラインナップずらっと並んでおりますが、まあ不銀無人一択かな。うん、私はねこの不銀無人一択ですね。神タンを使う上でこれないともうダメみたいな感じなので、こちらが欲しいですね。これしか狙ってないです。